あいにくる3日目。今日はあいにくの雨のため室内練習場で練習が行われています。プロ3年目、伊藤将司投手。開幕投手へ向けて精力的な投げ込みを行っています。高橋臨時コーチも今日が最終日。今シーズン阪神の走塁にも注目です。
JFK の一角ジェフ・ウィリアムスさんが同じく左のサイドハンドの岩田投手に熱血指導を行っています。